森越友人は、愛知県稲沢市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。名城大学公式野球部の出身で、現役引退後の2021年3月1日から、同部のコーチを務めている。稲沢市立稲沢西中学校への在学中には、シニアリーグの稲沢シニアに所属。愛知吉成高校への進学後には、1年次からベンチ入りを果たした。 二年秋からは副首相へ就任するとともに、四番、遊撃手として、レギュラーに定着。三年春には、第七十八回選抜高等学校野球大会に、出場。創部五年目のチームとしては春夏通じて、初めての全国大会出場。二回戦の PL 学園戦では四番遊撃手で、先発出場し三打数に安打だったが1から0で、敗戦した。 相手投手は前田健太であった。3年夏の第88回全国高等学校野球選手権大会では愛知大会の4回戦で敗退したが愛工大名電戦で本類打を放ったことによって注目された。高校卒業後に地元の名城大学へ進学すると1年時の愛知大学野球春季にブリーグ戦から声優劇種の座を確保した。 三年時の春季一部リーグ戦では、打率3割を記録したが、チームは一部再開へ二部に逆戻り、首相を務めた四年時には、春季二部リーグ戦で MVP を獲得するとともに、チームの一部復帰に貢献した。さらに、秋季一部リーグ戦では、遊撃手部門のベストナインに選ばれた。2010年の NPB ドラフト会議で、地元の中日ドラゴンズから四巡目で指名。 契約金3300万円、年俸800万円という条件で入団した。背番号は54。2011年、ウエスタンリーグ公式戦62試合の出場で、打率14。148、1本塁打、4打点を記録。一軍公式戦への出場機会はなかった。2012年、ウエスタンリーグ公式戦公式戦66試合の出場で、打率。 162、1本類だ、6打点をマーク。フレッシュオールスターゲームにも、同リーグ選抜のメンバーとして出場したが、一軍への昇格までには至らなかった。2013年、8月25日の対、阪神タイガース戦8回裏に、代々起用されたことを皮切りに、一軍公式戦21試合に出場。9月18日の対、読売ジャイアンツ戦では、7回裏の、 打席で遊撃への内野安打によって1軍公式戦初安打を記録した。しかし安打はこの1本のみで打率は125にとどまった。2014年1軍公式戦19試合に出場。前年に続いて安打は1本のみで打率は143であった。49試合に出場したウエスタンリーグ公式戦では自己最高の打率。 258を記録したが、10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。しかし、NPB た球団での現役続行を希望していた、ことから、11月9日には、第1回12球団合同トライアウトへ参加した。2014年11月19日に、阪神タイガースが森越の入団を発表した。声優劇手の鳥谷隆が、 海外 FA 権の行使によってメジャーリーグの球団へ移籍する可能性を見越して編成担当者が12球団合同トライアウトを視察した末の契約で背番号は372015年海外 FA 権を行使せずにチームへ残留した鳥谷が遊撃手として1軍公式戦全試合フルイニング出場を果たした影響で森越自身は1軍公式戦7試合へ 出場するだけに留まった。その一方で、ウエスタンリーグ公式戦には65試合へ出場。53試合で2塁12試合で3塁8試合で遊撃を守ったほか、打率、281、3本塁打20打点を記録するほど打撃が好調であった。2016年、およそ3年間交際してきた一般女性と、 レギュラーシーズン開幕前の3月18日に結婚。レギュラーシーズンでは、鳥谷の一軍公式戦フルイニング出場記録が途絶えたものの、森越自身の出場は2試合にとどまった。金本智明新監督の方針で、チームの野手の大半が入れ替わり立ち替わり一軍を経験したことや、シーズン途中から鳥谷が、肖像類手、北条文也が、 声優劇種に定着したことなどによる。その一方で、ウエスタンリーグ公式戦には、チームトップの92試合へ出場。打率が223にとどまったものの、前年に続いて3本の本塁打を放ったほか、内野の全ポジションを守った。2017年、公式戦の開幕を2軍で迎えたものの、一軍の遊劇種が、不振や故障で、 相次いで戦線を離れたことを背景に、8月3日にシーズン初の出場選手登録。登録後の一軍公式戦では、大和や北条文也が正優劇種に定着していたため、もっぱら二類の守備要員として途中から出場している。8月20日に、古巣の名古屋ドームでも要された、対中日戦では、9回裏から二類の守備へ着くと、 同点の延長11回表に、先頭打者として臨んだ打席で1、軍公式戦における、遺跡後発案打を、元チームメイトの岩瀬人則から記録。出塁後に、鳥谷の敵時打で本塁へ生還したことによって、チームの勝利に貢献した。2018年、北条が試合中の負傷で戦線を離脱した9月中旬から、1軍公式戦16試合に出場。 主に遊撃手として10試合でスタメンに起用されたが通算打率は125にとどまった。その一方でチーム随一のムードメーカーだった今成亮良太が2017年以降一軍から遠ざかっていたことを背景に試合中のベンチやシーズン終了後のファン感謝デーを盛り上げた。二千十九年ウエスタンリーグ公式戦十七試合の出場で打率。 232、日本塁打を記録したが、シーズンを通じて一軍将格の機会がなかった。10月19日に、球団から戦力外を通告されたものの、本人は NPB た球団での現役続行を希望。通告の直前まで参加していた、宮崎フェニックスリーグでは8試合の出場で打率40、407、1本塁打を記録しており、 通告後の11月12日に参加した12球団、合同トライアウトでも4打席3打数に安打1、本類打1死球を記録するなど、シーズン終了後の実戦では、打撃面で好調を維持していた。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ、2019年12月6日に埼玉西部ライオンズが森越の獲得を発表した。 同月24日に入団会見が行われ、球団本部、ゼネラルマネージャーの渡辺久信は、内野のレギュラーは固いが、控えの層を考えた時に、彼の守備力は必ず戦力になってくれると森越の、堅実な守備が補強ポイントに合致したことを説明した。背番号は59。2020年の春季キャンプは A 班でスタートしたが、開幕は2軍スタートだった。 イースタンリーグ公式戦の出場を40試合の中で内野全守備位置を守り、どの守備位置でも守備率1.000を記録した。一方、打撃成績は打率112という低打率だった。11月8日からの第17回宮崎フェニックスリーグへの参加メンバーであったものの、10日に若手選手らと入れ替えられた。この年も前年に引き続き一軍公式戦上の 出場機会がなく、11月13日に2年連続地震3度目の戦力外通告を受けた。12月15日、現役引退を発表した。2021年1月5日より、医療器具の輸入、販売などをする会社、株式会社さんメディカルに、勤務、理学療法機器を使って、アスリートの体調管理や回復、体のバランスを整える、学術部に所属している。 会社勤めので、学生野球資格回復研修制度を通じて、2021年2月5日付で、日本学生野球協会から資格回復の適正を認定。同協会に加盟する高校、大学野球部での指導が可能になったため、同年3月1日付で、野手総合コーチとして、名城大学の公式野球部に復帰した。堅実な守備力を武器に、 NPB3 球団で10年間にわたってプレー最初に入団した中日から2014年、次に所属した阪神から2019年に戦力外通告を受けたが、いずれの年も通告後に12球団、合同トライアウトを経て NPB た球団への移籍を勝ち取った。NPB では2018年から同一選手によるトライアウトへの参加を2回までに限っているが、 森越は参加した2回とも前所属以外の NPB 球団との契約に至っているため、2020年に西部から戦力外通告を受けた後もトライアウトへ参加できる権利を有していた。もっとも本人は現役生活に未練がなくトライアウトへ参加しないまま現役を引退。さらに引退後の2021年2月5日付で学生野球資格を回復してからは、 資格喪失の手続きを経ない限りトライアウトへ参加できないようになっている。2020年の合同トライアウトまでの時点でトライアウトに2回参加して2回とも前所属以外の n p b 球団と契約できた選手は森越しかいない。ありがとうございます。